はもう不安しかないですよねもうこのまま治らないのかなどうなるのかな愛知県春日井市でカバンなど革製品を製造する吉田義彦さん一昨年の正月明けに新型コロナに感染しその後長期間にわたり後遺症に苦しんだといいます夜シャワー浴びててあのボディーソープで わーって洗ってたんですけど、その時に、何の匂いもしない、そういえばっていうので気づいて、でご飯がとにかくおいしくないのでえ、味は分かるけど、匂いがしないっていうのは、ずっと、なんていうんですか、鼻をつままれた状態でご飯を食べているのと一緒なんで、なんかその、頭の中がおかしくなるというか。特にひどかったのは、嗅覚障害。その影響は 日常生活だけではなく仕事にも仕事で使う皮を薄くする機械故障や不具合があると焦げ臭くなりますが匂いが分からないと機械を止めるなどの対応が遅れ 多災に繋がるリスクも高まります。どうしていいのかわからず、医療機関にも行かないまま不安を抱えて過ごすこと。およそ8ヶ月。出張中に突然嗅覚が戻りました。部屋の中にコーヒーが来た。途端、その匂いがあれ、なんかコーヒーの匂いがすると思って、振り返ったらあ本当にコーヒーだ。たまたまかもしれないですけど、そのワクチンを打った。 3日後に治ったので、いろんな情報があのもっといろんなところから発信されて、えー、病院行くといいよとか、そういうことでもあるとあの、精神的にもだいぶ違うんじゃないかなと思いますね。厚生労働省は、後遺症の発症後にワクチンが効果があるとするデータもあるものの、さらなる検討が必要としています。 愛知県大府市のクリニックコロナの後遺症外来を受診する人は去年2月の第6波のピーク時と比べ3分の1ほどに減りましたが今も1日10人ほどはいるといいます味覚障害、嗅覚障害あと記憶障害などいわゆるブレインフォーブと通称言われているものはあまり見られなくなりまして今、多いのは、えー、全身倦怠感そして頭痛 喉の痛み、そして咳が長引くケースが多いですね。デルタ株にオミクロン株。新型コロナの変異とともに、後遺症の症状も変わってきているといいます。また、内藤医師は新型コロナの飲み薬を服用すれば、後遺症が出ることを3割程度抑えられるものの、薬の飲み合わせの問題で処方できない人もいると話します。 こうした状況の中、決まった5類への引き下げについては。発熱外来と歌わなくても、ですね、一般診療で多くの発熱の患者さんを対応できるものですから、えー、私としては、えー、一応歓迎している、まあ、5類になったとはいえ、病原性が変わるわけではありませんので、感染者数がなぜせ多いもんですから、そうするとやはり、あの軽度とはいえ、後遺症が出る方は一定数出てくるものですから、全体的には増えてしまうのかなというふうに思いますね。